マルケビジョンで業界を盛り上げる。皆さんこんにちは、秀和産業上田です。今日は静岡県西伊豆町にお邪魔しております。本日は桜葉塩漬けの生産販売をしている社長さんに桜葉の現状をお聞きしたいと思います。こんにちは、静岡県西伊豆で桜葉の製造元をやっております橋本屋商店代表の山本です。よろしくお願いします。この畑からですね、葉っぱを収穫するにあたって、収穫する人が極めて少ないです。その中で、収穫そして、結束、これが生産を不足に陥っている大きな原因の一つになっています。この桜がですね、未来永劫和菓子の桜餅として成り立っていくように頑張っていきたいんですよ。ですので、自分の代で終わらないように製造と販売の方を、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っています。弊社ではこういった生産者の声を聞き、マルケパートナーとして支え合えるよう様々な活動を提案サポートしていきたいと考えております。皆さんいかがでしたでしょうか。いろいろな課題を改善し共に乗り越えて業界を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。